朝子トライさん、高木ブーからウクレレを奪う方法を教えてください。だって。そうね。まあ、奪うって言うと、まあ、じゃーん、じゃーん。ギター弾くわな、俺だったら。ギター弾いて、じゃーん、って弾いてて。ああ、もうギター。あ、ブーさんなんかそれ音色いいっすね、みたいな。あのちっちゃくないっすか、でも。ギターにしてはすげえちっちゃくないっすか？ウクレレ？みたいな。ウクレレ？あ、それウクレレって言うんですか？弦少なくないですか？弦4本ですか？みたいな。少ねえ。ウクレレってそういうものなんですね。あ、そうなんですね。俺6本あるから、まあ。でも6本あるから、指5本しかないから、完全に押さえるの難しいんですよ。人差し指こうやって押さえる。F が超むずいんですよ。ギターって。それで、ウクレレだとどうなんですか？それだけ？みたいな。それだけでいけんすか？みたいな。ちょ、貸してもらっていいですか？ちょっと変えてもらっていいですか？みたいな。これで、ポロロンって、あ、これでいけます。はい。これでいけます。勝ちたかったら登録しとけ。